お互いいそういう攻撃的な,なことをすることは僕はないと思うんですけども、まあ、相当大津側は焦ってるんでしょうねお前や,あやっぱり予定通りですねまあ平気でできもしないことをですねルーフする嘘つき大津綾香お前立花があまりにもおそのいろんなことを超越しててですねまあ語言ると天才的すぎて彼らから彼女からは。 まあその詐欺師とか嘘つきに見えるようですね、まあ、これはこれでもうあ,のあまりこういうバカども相手するほど暇ではないのでお前は立花はバカはい大橋正信でございますよろしくお願いいたします今回はえガーシーこと東谷義和に関するえ動画ということになりますえ本日2月,よ2月8日木曜日ですねはい え本日、まあ、ネットニュースとかでね、まあ、だいぶ、えー、報道されているので、もうすでに皆さんご存知だとは思いますけども、えこの、ね、ガーシーこと東谷義和被告のえ今日裁判がありまして、まあ、検察側から、えー、懲役4年というね、休刑を求めると、あ休刑ということでね、えー、ニュースになっておりました。で、こちらは TBS ニュース ディグさんになるのかな、えー、その、ね、音声がありますので、ちょっとお聞きください。ガーシー被告、本名、東谷義和被告は、ユーチューブ上で俳優の綾野剛さんら4人を繰り返し脅迫した、常習的脅迫の罪などに問われています。これままででのの裁判でガーシーシ被告は起訴内容をを認め謝罪の言葉を述べていました 今日の法廷ではまず綾野剛さんの意見が読み上げられ綾野さんは俳優としての職業を続けられないのではないかと思ったなどとして厳しく処罰するよう求めましたその後、検察側はガーシー被告について必要な暴露誹謗中傷行為を行ったと指摘した上で最近、社会問題化しているインターネット上の誹謗中傷を象徴しているなどとして懲役4年を求刑しました。 という音声になります。まあ、懲役4年を休刑。まあ、つまりこれ、東谷に対して、検察は実刑を求めているということになります。当然でありますね。あの、社会的な影響どれだけのね、影響を与えたかということもそうですし、まあ、東谷の今回の裁判でも言ってましたけども、この綾野剛さんに対する、え暴露というものは、台本があったと。まあ、秋田慎太郎ら、 が用意ししたたと言われてていいいる台本ををにに事実に基づかかなな情報出のその辺は分かりませんけどもとにかくねあの東谷が独断でやってたというよりも組織的にえしかもねえまあ裏でお金を要求するような暴露されたくないのであればえお金をねせしめるといったようなもうまさしくねんだっけ SNS マフィアでしたっけまあそういったようなねネットを使っての新たな脅迫 えの手口というものがねえ起きてしまったというところから見てもね非常に実刑を求めるのは当然かなとまあ個人的にはねまあもちろん個人的な感情もありますけどもまあまあ客観的に見てもねまあ検察がこのような懲役4年というね休憩するというのはまあ,まあ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 妥当かなというふうに思っております。また最近ねあのまあ東谷が えー、自身東谷自身がね出しているわけではないけども、まあ、まあ俗に言う境界、えー、知能のバカども、えーまあ、ガルーですけどもねあのガルーという連中なのかなうがね SNS で東谷が能登、えーまあ、半島地震で被,害あの被災されている方たちに対する炊、まあ、き出しだったかな、まあ、そういったような、ね、ことを、ね、しているといったような要は、えー、印象操作、まあ、実際に行っているのは事実なんでしょうけども 裁判所からはね、まあ、東谷自身,自身の、えー、情報発信はしないようにというようなね、あのー、そういった、まあ、要は、釘を刺されたわけですよ。まあ、にもかかわらずね、えーまあ、ガルーという、ね、人間たちを使って、まあ、そのガルーという人たちらが技術、まあね、的にやったのかもしれませんけども、今の東谷の立場、 状況というものを考えればああいった情報発信するのは時期尚早と言わざるを得ません、まあ、東谷がね、まあ、SNS に上げないでねといったような指示を出したかどうかというところまでは分かりませんけども少なからずね今の東谷の状況立場というものを考えればああいう情報を今出すべきではないというふうに判断できるのが普通の人なんですよ普通の人結局何もね 分かってないし、状況判断ができないし。周りが見えてないわけですよ。ただ東谷の。こうプラスのイメージ。ね、なんだろうな。こう、ね、なんて言えばいいの?。好感度を上げようとするような。情報発信というのは見え見えじゃないですか?。まあ,あ、あいう発想することによってね、東谷が、まあ。 個人的には喜んでるかもしれませんけども、普通に考えたら目は極まりない話ですよ。裁判所からね、情報発信するな、ということを言われているにもかかわらずね、まあ、第三者を通じてああいった情報が出てしまうっていうのは、普通であれば、控えるところであるにもかかわらず、まあそれができないというのが、まあ、ね、まあ、境界知能なんでしょうと言わざるを得ません。まあ過去にもね、あのー、あれは、 まあ国会議員だった時だったかちょっと忘れましたけどもえまあ帰国しない理由としてねまあトルコ地震にえトルコ自身が起きた時にねまあトルコに行ってなんか炊き出しをしたみたいなただそのトルコの炊き出しの時もね本当にどこまでちゃんと被災者のために動いたのかわからないような情報も出しましたけどもねまあ正直言ってね もう本当に、えー、実刑をくらって、えー、刑務所の中で日々反省するといったような状況下に陥らない限り僕は被害者も被害者感情からしてもそうですよああのゴーさんもしっかりね、まあ、ジュエリーデザイナーの方の,そのお店がね潰れた方の気持ちもそうだしもちろん暗号資産上の金ちゃんのことも考えればそうですよ。 根も葉もないこと言われてね。まあ、あの、個々のね、差はあるでしょうけども、被害の。被害の差はあるでしょうけども、被害者に対してね、当然、許せるわけねえだろうというような感情を抱くのは当然でね。裁判所内でそういった反省の弁を述べるのは、ね、自由ですけども、本当にね、YouTube とか、SNS とか、 そういった媒体を使わずに直接本人に対してね謝罪する気持ちがあるのかそれに伴う賠償金も払うつもりがあるのか甚ははだ疑問ですよそういったことがされて初めてああやっと反省してるんだなっていう判断ができるんだってねまあ少なからずねあのー まあ休憩を求めたっていうのはう今日の2月の8日ですけどもまあ実際にね判決が下るのがまあ来月と3月中という話なのでねまあ裁判所の裁判官がどのような判断をしてくれるのか社会的な影響力も考えればえ今回は初犯でもないですしね過去にもね逮捕歴もあるとで前科もついてるってこともあればね しっかりととお給を据えるべきだと思いますので私個人としてはね東谷に対してお灸を据えるべきだと私は思いますので実験になるべきそしてまた今後のねえまあ東谷だけでなくねまあ世の中にはネット上でね匿名性を利用して平気で人間のクズ丸出しの誹謗中傷している連中もたくさんいるんでねまあそういう人たちに対する あまあ、抑止力とね言うかな抑,抑,止力抑止力も含めてまあ見せしめも含めて被害者に対しては、えー、しっかりとね厳しいしかりつけを裁判所には、まあ、要はね実刑を、えー、出していただきたいなというふうに思うところであります。そしてて最後にね、えー、言わせてもらえれば ま、こういう人間を、もう何度も言ってますけども、こういう人間を公認し、立候補させた、えー、立花隆も本当に罪深いです。ね、東谷と一緒に、え、綾野剛さんに対して、えー、下劣な政権放送で、情報発信をしていた。立花隆も本当に、一刻も早くって言い言い方したいですけども、罪に問われて、ね、刑務所にぶち、ぶち込まれると。 いうような状況をね、早く作ってもらいたいな、というふうに、えー、本当に個人的には思います。はい。現在ね、立山隆は、えー、執行猶予中の前科者でありますから、立山隆は。もう一回言いましょうか。立山隆は、執行猶予中の前科者ですから。何か起きれば、もうすぐにね、刑務所へ直行というような立場ですから。 もうね、もう首の皮一枚だとは思うんですけどもね、まあ、なかなか、あのー、これというね、うん、材料がありすぎてね、<laughs> まあ、警察もどうしようかというふうに悩んでいるところなのかもしれませんけども、まあ、まだまだ時間はありますのでね、まあそこはね、焦らずに、うん、まあね、第三者の我々が、こう、からすればね、うん、早く立場逮捕されろよと。 逮捕しろよと警察何やってんだというふうに思うかもしれませんけどもまあねそう至るにはやはりねあのかなりあの丁寧かつ慎重に段階を踏んでる踏んでえまあ逮捕ないしそういったものをねそういった手順を行うのは警察なのでまあそこはねただ闇雲にせかすっていうのも違うと思いますのであ我々我々ができることというのは 知り得ている情報であったり分かっていることをしっかり警察とかそういった捜査機関に情報提供して、えー、精査してもらうとであの情報提供したらそこはしっかりとねあのああ慌てず焦ることなくまだ時間はありますから立花のね、えー、執行猶予期間っていうのはまだ全然まだまだ先ですから慌てずにね騒がずに、えー、じっくりとね、えー、切符を。 我々は待ちましょう、はいまあとにかくね東谷の件に関しても、えー、実験を求めるところでもありますし、えー、それをね誘発した立橘隆史にも責任,をとらとらと <laughs> 責任を取らせなきゃいけないということでありますので、ねえー、良識ある皆さんは今後もね、えー、鋭い目で監視していきましょう。はい、というところであります以上です。